も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト、この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オオカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。
ようこそ歌方の里へ。我らもののふの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも普段はのどかなものだがな、君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。ついてきてくれ。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく生き残ったものだ。中津国に来てからまだ日は浅いのか。なに、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな、急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ冗談だ、そんな顔をするな。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな。まあうまくやってくれ。さて、じゃあ次は。来たか。すまないが、一緒戦の。お頭、遅くなりました。敵は？雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。大岡と共に里に迫る鬼を撃て。もののふを名乗るに足るか、その力試させてもらう。ふん、いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて、人の世を守らん。行け、そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常だ。8年前の大曲時以来、私たちは戦い続けている。この世にあふれ出た異形の鬼と、奴らは人の魂を喰らい、時の因果を壊してこの世を異界に作り変えている。日の本の大半はすでに異界に沈んだ。もうあの美しかった人の一匹。よし、では行こう。任務に出るときはそこの受付で。詳しい話は言う。